9月1日です。春にハチドリした多摩竜です。だいぶハチの中で大きくなってきましたので、そろそろ自由園にしていきたいと思います。ミハチだけ作りました。結構強くてどんどん大きくなりますので、庭植えにしてもたちまち大きくなるんじゃないかと思ってます。しっかり芽が出てます。鉢の底まで完全に抜けてますんで、根は十分育っていると思います。これから鉢から抜いてばらしていきたいと思います。鉢から取り出して細かく分けて、特に長い根は切り取りました。これから家へ持ち帰って植え付けをしたいと思います。この状態です。水道屋さんがコンクリートを剥がしたまま最後元に戻してなかったものですから、ちょっと変になってますんで、ここのところに植え付けたいと思います。そしてここのところもちょっとなんか植わった方がいいんじゃないかと思いますんで、またここに余った分を植え付けたいと思います。植え付けをしました。これが水道のところです。しっかり張ってくれればある程度きれいにコンクリート剥がれたところが隠れるんじゃないかと思います。そしてついでにこちらもずっと擁壁の周りに植え付けました。これでちょうど雨が降った後なので根付くんじゃないかと思います。